ということを昔は、ご先祖のおかげでというふうに多分長く感じたと思うんですが、だん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 それが、短くなってしまって、おかげということだけが起こりました。まさにこれは仏教の用語の一つでございます。そうですね、はい、こういったことで普段の皆さんの生活の中にこういった、こう仏教というのが入っているので、これは、決して仏教の教え、お釈迦様の教え、宗教的なことを言うのではなくて、まずは、自分の身っていうのは、ご先祖皆さんいろんな人のおかげでこうやって、元気でいるんだ、そういった、感謝する心というものを起こしなさいという、いわゆるこれは仏教の教えの中での言葉です。お釈迦様の言われたね、諸法無我という考え方なんです。難しいでしょ、諸法無我っていうと。でも、ね、おかげさまっていうと優しく感じるんですよ。でも同じこと言ってるんです。で、おかげさまと今ご先祖っていうのがね、メインに出てきましたけども、実は友達であるとか、生まれた場所であるとか、物であるとか、いろんなものの影響を受けて私は作られてるんですね。僕が最初生まれた時から50年経ったらこんなところになってこんな話をするっていうのは決まってないんです。いろんな方々のおかげでね、こういう場所にもう与えられて、こういう機会を設けていただいた。これは僕の一人の力じゃない。僕の力っていうのは何もないんだ。みんなの温かいご協力とか、もちろんこうやってこうやってお参りに来てくださる方々がいるからこそ、僕たちはこういうところですることができる。で、皆さんのおかげでもあるんです、ね、だから自分という存在を俺こそはっていうふうに思うのは勘違いですよっていうのが諸法無我でおかげさまっていうことなんです、そういうことをね、噛みしめながら生きていくとね、仏教ってもっともっと身近なね、生活に根付いた私の心をもっともっと豊かにしていただけるものだと信じていますので、ね、そういうことに、また今日は法要ですので、こういうね、仏教の言葉をいくつか投げ、させていただいてますが、また今日時間もね、あんまりないんですけれども、もしもよければ、そうだ、ティク・ノ・ボーヨーっていうのを、ここ以外に、以前に体験したという方いらっしゃいますか？いますね、ありがとうございます、嬉しい。で、その他は今日初めての方、いかがでしたでしょうか。で、またね、分かんないことがたくさんあると思いますので、もしもこの中で、我々に質問がしたいという方、もしもいらっしゃいましたら、挙手をで、何でも質問にお答えします、分かる限り。もうしばらく、菊井住職のお話を聞かせていただきながら、その間にもね、ちょっと質問ある方は考えておいてください。じゃあ、菊井住職、この仏教というものが、伝統のね、ものとして非常に、重要な自由と大事にされていますけれども、その中で形っていうのはどういうふうに仏教的には捉えたら我々はいいのかっていうのはね、専門宗的な考え方っていうのはちょっと教えていただきたいんですけども、ですね、日本の仏教というのはいろんな宗旨がございまして、真言宗とか天台宗とか、いわゆる浄土っていう浄土宗で、浄土宗にまた浄土真宗とか、それから臨済宗、浄土宗、天宗というですね、いろんな宗派がございますので、皆さんは今日お越しのそれぞれのお大事というのか、父母、おじいちゃん、おばあちゃんが、お世話になっているお大事というのがあります。で、いわゆるお盆とかお彼岸なんていう言葉があって、ご自宅にお参りに行きたいですね、まあ、特徴がありますが、もともと仏教というのは、いわゆるインドという国でお釈迦様という方が、開かれて、東西のこのシルクロードというのを渡って、東のシルクロードを渡って日本に伝来をしたと、伝来する際にいろんな国々を渡ってきましたので、その国の特徴を、受けながら、影響を受けながら最後は日本に渡ってきた。で、何が言いたいかと思うと、もともとは仏教というのはいろんな宗旨がございますが、同じであるということなんですね。で、特に、皆さんこう衣装というか、こういう着てるものとか、
持ち物とかでいろいろね皆さんこうプレイされると思うんですが、もともとは全て同じである。ただ教えていただく先生が、ちょっと同じことを言ってもですね、少し生徒さんで受け取り方が違うようなことが2つに分かれて、それがまた3つに分かれて、というふうに、分かれていっていろんな集団が出来上がったという形でございますので、あまりこうどこの集団というふうに考えずに、とにかくお釈迦様というもの、お釈迦様の教えが元であるということ、それから、もう一つ特にね、真言宗というところは、いわゆるどちらかというと、古い宗教といいますか、平安時代に遡る宗教でございますので、特徴としては真悔っていう言葉がございます。今、ここに座って一応7名のね、イケメンのお坊さんで拝んだつもりではいるんですが、よかったです。それぞれね、東京国立博物館ということで東京在住のお坊さんでございます、ね、で皆さん、なんていうんですかね、ここに出てちょっと暗かったんですが、衣というのにまとって、手でですねいろんな動作をしたりとか、それから標本を持ってこう口でお唱えしたりとかですね、これ真言宗では一番の特徴というのは真悔と言いまして、まず口で、言葉を発する真言っていうんですね、真言っていうのは仏さんの名前を呼びかけるような、感じなんですね、なんとかソアカっていうふうなことはよく皆さんに聞かれると思うんですね、ソアカっていうのはその呼んだ仏さんに対して、あなたの手、あなたに身も心も捧げて、これから手を合わせてお勤めしますよ。捧げるっていうのはなんかいろんな意味がございますけど、心が自分の心が仏の心に、なんていうんですかね、嫌なことあっても自分の心を見てくださいっていうふうに言うことになります。お任せしますよってことですね。そうですね。でまずこれは言葉で発する、それから真悔の苦が苦道なんですね。で真は、自分のこう体動作ですね。これ、トップシークレットであまり言えないんですが、お坊さんというのは、ね、衣の中で印っていうのを組みます。印っていうのは指をこういろんな形にして、仏様のなんていうんですかね、形にして、例えば今日の観音様でしたら観音様の印というのがございまして、その印をこう手で、やって言葉で、観音様の言葉を発して、最後の真悔の意というのは、心なんですね。心の中でこの3つの動作を行って、それを人々にいろんなものをこう授けるというかね、ですから今日数百名の方こうやって、いろんなところからわしは本人がいて、今最初にダラニ、阿弥陀ダラニというダラニをお唱えして、その後神の一生という一生前段をなかなかこうやって、お聞きになるということはまだあまりないと思うんですね。それから最後に涙と涙という、これは真言宗を開きました弘法大師空海さんの、いわゆる別名でして、空海さんが私を呼ぶんであれば、涙と涙、臨場混合と、というふうに呼びなさいというふうな普段でおっしゃっています。この真悔という動作で、今日、お見なさいというのは、意味も分からず、皆さん映像を見ながら、どんな感じ方を受けて、お座りになって、今日帰られてるんですが、これなんですね、この意識を耳で、自分で意識なしに聞いてるだけでですね、すごい知恵というものが感じたというふうに、千何百年の歴史の中で、お経に書いてございますので、ちょっと2、3、業界の方みたいな方が笑ってられるので、ちょっと気になるんですが、怖いですね、そこで。今日お帰りになりましたら、意識をというお経を皆さんに伝えますので、何か。
り立って、例えばご自身、ご家族にいいものを語りたいと思いますので、どうぞ心豊かにして、今日は気をつけてお帰りいただきたいというふうに思います。儀式教というのは大変素晴らしいお経で、いろんなジャンルのことをですね、いろんな段に分かれて、例えば一章、二章、三章というふうに分かれて、教えているものが書かれています。また、何かそういうことを質問ありましたら、ぜひ、ちょっと、東京大学は遠いんですが、京都の大本院というところに、足を運んでいただければ、私がいれば、お話しさせていただきたいと思います。はい、いや、僕がお話聞きたいです。いや、あのね、宗派によって全然違うので、僕、儀式教という、ね、お勤めの教も初めて聞いたようなもので、本当にね、それぞれが勉強し合う中でありたいなと思うんですね。で、皆さんもね、偏見を持たずに、いろんなことにね、